この動画は見た人が、作れるようにをモットーに、即興で作っております。もちろん一発撮り。料理は楽しく。ではご覧ください。300セカンドキチキチショー、バブバブ。今日はですね、なんとなんと本日はイカ焼きそば2人前で、ね、材料こんだけです。では行きましょう。いいですか。どこや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 、はい、スタート。何がいくのね。では火をつけますね、はい、火をつけましたね。蓋も用意してちょっとサラダオイルちょっと多めにしてください。ではね、イカを入れていきましょうね。イカ、そしてその間ね、その間にちょっとイカたくさん目に上がりますね。落ちましたとね。あ、ちょっと手こずってました。落ち着け、僕ね。もう焼きそばありますよね。焼きそば切ってます。でこのままレンジでいきます。レンジ600W、50秒ね。はい、そしてこう蓋しますね。蓋します。そしてこの後、ちくわー、これ、何本やこれ、2本か。2本、はい。でこのまま振りましょうね。こぼれない、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 こぼれない。はい、では炒まりましたね。ちょっと油多めですよ。そして、この中に、キャベツレタスが入ってます。はい、キャベツレタス、どうぞどうぞ。はい、そしてもやしね、もやし1パック、ドドドドン、ドドドドン、はい、ね、ここにちょっと塩振ります。なんでかわかりますか、ね、いつも言ってます。塩振ることによって塩分が出てきますね。あ、違うわな塩分ですやん、塩分が出てきます。どうなの、これで、おお、おっしゃおっしゃおっしゃ、ね、はい、なんかピー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 言ってますね。ちょっと温度測ります。もうちょっと行きましょう。僕20秒で行きたいね。もう20秒いきましょう。はい、そして味付けですが、ウスターソース、ね、別にメーカーはいいですよ。そして、ケチャップ、そしてこれね、カツオ、カツオのね、粉末、これ絶対です。カツオがいいですね。でこれが絶対欲しい、生姜ね。あとは胡椒で、これは一味ですね、辛いやつ。はい、ではピーピーいきましょう。これ出しましょう、ね、はい、はい、はい、ではまだ入れないよ、まだ入れないよ。はい、お箸どこ行ったって。はい、じゃあ混ぜていきますよ。これでしんなりとなるんですよね、しっかりと。おお、イカのいい香りがしてきました。イカのいい香り、イカのいい香り。もう少しサラダオイルいきましょうね。サラダオイル結構使います。そして、ここに、そばを乗せます。そば、そば、ね、電子レンジを使った理由わかりますか。わかりますよね。これ、温めてないと非常に、怒られるかな。なかなかこう防腐性ないんですよね。はい、はい、また蓋しましょうね。蓋しましょう。そしてどうしようかな、あと2分ありますね。時短にもなりますよね、レンチンしたら、はい、マスターレンチンしたら時短にもなりますよね。あ、そうそうそう、時短、時短ね、時間短縮。はい、では味付けしましょうね。この蓋でね、蒸す状態を作ってます。ちょっと塩いきますね。塩、気持ちだけです。そして胡椒ね、塩胡椒、はい、そして、絶対必要条件、生姜ね、しょうが、はい、そしてここに、何 cc ぐらいなんでしょうかね。まあいいか、適当にね、ガチャ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 、どれぐらいですね。大さじ2杯ぐらいかな、2杯ぐらいで、ケチャップ、ケチャップ、中さじ、中さじか中さじ、まあ、これまた、蓋しましょうね。あ、これ入れたかな、入れてない。これね、粉末の、ね、結構入ってるよ。はい、それは調節しておいたよ。カツオを効かしたいという思惑です。しまったー、これ言うの忘れたよ。これ、ね、何でしょう。これ海苔です、海苔ね、あと何分、うわ、あと1分切ったよね。じゃあ混ぜていきました。ガサガサガサと混ぜていきました。あ、辛いの入れてないですよ、マスク。あ、辛いの入れてない、辛いの焦ってきました、焦ってきました。え、めっちゃ入った、辛い、絶対辛い、あれは絶対辛い。
がったら出来上がりです。曲がったら出来上がりです。30秒。忘れ物ないよね、忘れ物ないよね。はい、よそ見してます。はい、20秒。お、これ、あ、美味しい。カリにしました、美味しい。しました、はい、よいしょ。うわ、ええー、匂いしてます。ええー、匂い、いい匂いしてます。うわ、19、8、あ、卵がね、5本と入った。5本と言われました。4、3、2、1、あ、適当になった。はい、サイさん、青のりちゃん、青のりちゃん、ちょっと適当に行きましたけども、あとはちょっとね、余裕こきましょうね。よだれまで入りそうですね。綺麗に盛らないとダメですよね。はい、すいません、反省します。これでもう少しね。はい、はい、はい、イカ焼きそば300セカンド、イカ焼きそば、イカ焼きそば。今日は星吉くん4つです。4つ、なんで理由なし。今日もう最後の盛り付けウィンってやってしまったから、ね、マイナス要素、ね、1、はい、はい、こんな感じで、はい、どうぞ。味は美味しいよ、ね、絶対間違いないですね。生姜入れてね。はい。